はじめまして、おたいレコードみぞです。今日はですね、僕一人で商品を説明していこうと思うんですけど、初めてなのでちょっと不安もありますが、ぜひ聞いていただければ嬉しいと思います。はい、でですね、今回紹介する商品はですね、つい最近リリースされた PCDJ の機材でございます。で、出身はドイツで、まあリループっていう会社なんですけど、まあ聞きなじみがない方がほとんどだと思います。なぜかと言いますと、今年にですね、日本に入ってきたばかりで、日本の DJ 機材、まあ詳しい方ですと、まあパイオニアさんでしたりとか、テクニクスさんでしたりとか、ベスタックスさん、いろいろありますが、まあ馴染みがないので、実際、まあどうなのかっていう、疑問に思っている方も多いと思います。がですがね、実際僕も触ってみて、まあ大したことないだろうって正直に言いますと、あんまりお値段並みの機能かなってぶっちゃけ思っていて、で、あんまり期待はしていなかったんですけど、意外や意外、機能がすごくてですね、ちょっと、試しで触ってみたんですけど、いや、値段と比べると機能つきすぎで、ぶっちゃけこれ一つでもうクラブとか DJ してもプロ並みのこともできるんじゃないかなって思うぐらいの商品で出来です。はい、なのでリループって聞いて動画を見る気を失せた方はちょっとだけ待っていただいて、はい、商品を見ていただければなと思います。でですね、いろんな種類があるんですけど、今回紹介する商品はこちらです。じゃーん、リループのビートミックスです。これはですね、リループの PCDJ シリーズのそのコントローラーですねの中では一番安いものとなっております。なので、まあ、大したことないだろうと思っている方結構いると思うんですけど、これすごいです。ぶっちゃけすごいです。商品はですね、人間工学に基づいて設計されているというふうに歌い文句で書かれているんですけど、実際人間工学ってなんだっていう方多いと思います。はい、じゃあ僕はそのリループの人じゃないので完璧には言えないですけど、僕が触った感じのことを、まあ、簡単に、はい、人間工学、どの辺が人間工学なのかっていうのを説明したいと思います。まずはですね、このノブの色ですね。はい、白、赤で、ここのつまみ全く色がついてないものがあるんですけど、これは用途によって分かれています。赤がですね、基本的には音量設定になっています。なので赤色のつまみがついているものは音量を設定するものだと思ってください。で、白のこの先端の色がついているものですが、これは音を変化させるものです。なので EQ ですね、これ低音をちょっと増やしたり減らしたりとか、ボーカルがちょっと弱いなと思ったら中音を上げたりとか、あとはエフェクターですね、ちょっと音を加工させたりとかするノブは白色がついてますね。この色がついていないこのノブはですね、基本的には、ループですね、音の調節を設定したりだとかっていう部分で、あとはエフェクターの種類を選ぶものの、ノブになってます。ですので、こういっぱいノブがついていて、こうどれがどれだかわからないということが
起きないように作られています。あとは何といってもこのプラッターですね。これがすごいスムーズで気持ちいいですね。コンピューターのその軸、この回転ですねの、どれぐらい反応してくれるかっていうのもこちらの機材で調整できてできますので、お好みでカスタマイズできるんじゃないかなと思ってます。あとはもうこちらのボタンですね。どう考えても、はい、よく使うボタンは大きくで、細かい設定など使う場合のものは小さく、あとはこのゴミ箱の上にシフトというボタンがあるんですけど、ボタンをこれを押した状態でボタンを押すと、違う機能が使えます。そのものはすべてこの銀色で枠で埋まっているものですね。ですのでシフトこの場合この2つのプラスマイナスのボタンの場合ですと、このシフトボタンを押してない状態はこのピッチベンドといって曲のスピードを変えるボタンになりますが、このシフトを押した状態でこのプラスマイナスを押してもらうと曲が、小節、まあ、設定によりますが前に飛んだり、後ろに飛んだりすることができます。他にもこのシフトボタンを押せばいろいろ機能があるんですが、まあこれはちょっと口で説明するよりも触って説明してした方が多分分かりやすいんじゃないかなと思いますので、もう一つ動画を上げて実際ミックスしている状態、まあ、これを使ってミックスしている映像とあとは、音をですね聞いていただいて、どれだけできるのかっていうのを実感していただければなと思います。はい、まあ当店のページホームページ見ていただければ、値段は見てもらえると思うんですけど、すごく機能満載です。ただ一点だけ値段通りだなと思ったのはこのフェーダーとかですね、Q って言ってスクラッチをする人とかはこのフェーダーのどれぐらい動かせばどれぐらいの音が出るかっていう調整とかはできないので、まあヒップホップとか考えている方、ヒップホップの DJ をされようと思っている方はおすすめはしないんですけれども、まあハウスだったりとかエレクトロとかダンスミュージックですね、俗に言う、はい、ダンスミュージックで DJ をされようと思っている方はこれ1台で結構できるんじゃないかなと思います。ですのでもしよかったらページ見てください。以上です。